どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラブの薄レレウクレレガズモデルを使用しまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、夏の今ど真ん中でございます。夏といえばサザンオールスターズの、しかも夏のテーマにした曲ネオブラボー。今回のテーマソングはこのネオブラボーを熱烈に熱くやってみようと思います。これはめちゃくちゃテンション上がる曲ですよ皆さん。やっていきましょう。いつものように2バージョン、まずは初心者さん向けに超シンプルにガズがめっちゃ簡単アレンジしたバージョンをお届けします。これはですね、ちょっと本当に初心者さんができたっていう体験をしていただけるようにめちゃくちゃ簡単にしてるんで、ちょっと慣れてきたら後半やるかっこいいバージョンのコードにもぜひねチャレンジしていきたいと思います。はい、そして後半はかっこいいバージョンです。このかっこいいバージョンはですね、かなり奥が深いですよ。いろんなリズムとかね、弾き方の特徴ある弾き方もいっぱい出てくるし、コードもですね、もうかっこいいコードが出てくるんですよ。でもちょっと抑えるの難しいんで、コツもちゃんと後から、シェアしますんで、2バージョン最後までぜひともご覧になって、ぜひウクレレでチャレンジしてみてください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ったけど、なかなかチャンスがなかったんですとか、楽器前にちょっと一回チャレンジしたんだけど、難しくてもう挫折しましたみたいな方が、あっという間にこのねちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあるんです。このプログラムを見て今全世界中の方がもう何十万人とウクレレでガズレレで音楽始めてます。これ簡単なんですよ。ぜひ皆さんもどんどん始めていきましょう。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼っ付けておきます。はい、このリンク先に飛んでもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間ですよ。これ YouTube チャンネルですんで無料ですからね。今すぐ音楽聴きからやるに変えていきましょう。はい、ここからです。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本で弾いて歌う弾き語りができるレッスン動画と課題曲、すでに1600曲以上もアップロードしております。皆さんこれから音楽聴くからやるに変えていこう。ちなみに今日やったサザンオールスターズ、もうねガズレレでもめちゃくちゃいっぱい取り上げてるんですよ。ここにサザンオールスターズの曲、桑田佳祐さんも含めてまとめてるあのページがあるんで、ここ見てみてください。それではやっていきましょう。ネオブラボー、まさに真夏の真っ最中に歌いたいこの夏のサザンの曲、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1,2,3,4。ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりめちゃ簡単バージョンでお届けしました。ちょっとコードの響きがね、原曲と違う感じがするかなと思うんだけど、その原曲と同じ感じにしちゃうとですね、結構難易度が高くなっちゃうんで、まずは初心者さんでも、あ、
これできるんだなっていう風にそこを味わってもらいたいという思いとともにめちゃくちゃ簡単にアレンジしてますね。まずはここでね、全体像を掴んでください。でそこで練習して、慣れてきたらかっこいいバージョンでコードだけでも置き換えてね、どんどんこうレベルアップしていただいてくれればいいかなという風に思っております。はい。で今のねシンプル簡単バージョンは今聞いていただいて分かったようにめちゃくちゃショートカットバージョンのアレンジなんですけど、まずはこのど真ん中のところだけやっていきましょう。ちなみに後半のかっこいいバージョンではあのかっこいいイントロとか、サビもちょっと最後繰り返すという感じでもうちょっと長いバージョンになってるんでね、慣れてきたらそのかっこいいバージョンもぜひやってみてください。そしてまず初心者の方は今のシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube 動画シンプル簡単バージョンに合わせて歌詞とコードが出てますから、なんとかこう合わせてゆっくり合わせて練習してみてください。合わせられるようになるのがまず1個目のゴールでございます。はい。もしね、一緒に合わせられるようになったらおめでとうございます。まずここまででもうすごいですからね。はい。そしたらですね、どんどん次のステップ行きましょう。じゃあ次のステップは一体何かというと、今度はですね、ガゼレレ YouTube チャンネルも見ずに、ご自身だけで、一人っきりでリズムとメロディーと音楽を生み出す。これをぜひやっていただきたいと思います。でもその時に最初はですね、やっぱ楽譜があるといいと思うんですよね。楽譜を見て覚えて、いずれは覚えちゃって、この真夏の太陽の下で思いっきり弾くっていうのをやっていただきたいんですけど、まずは自分だけで音楽を生み出すのに必要な楽譜を見ながら練習する。これが、いや、いいなと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるんですかってなると思いますけど、安心してください。今ですね、ガツはですね、このネオブラボ。こんな感じに自分でノートに書き出して、これを見ながら今歌っていったんですね。もうちょっとしたらこれをね、こんな風にお稽古してみんなもこんな風に書いたらいかがですかってシェアしようと思うんですけど、今めちゃくちゃいいサービスが始まってます。これです。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のネオブラボを含む、ガズが手書きで書きまくってきたもう膨大な数のもう山ほどあります。その中の楽譜から、皆さんがやってみたいな、これ練習してみたいなと思う曲、毎月5曲、お手元にダウンロードして、すぐに練習に入っていけるし、もちろんガズレレ YouTube と完全連動してますからね。そういう画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて、他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まっててめちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくでもうわーって、ね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さんガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てるここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながらウクレレのリズム練習、基本リズム練習もなんか千本ノックみたいなやつですねとか、面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ねこう真面目ですよ。真面目トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやるなんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックにお勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね。まあこれ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、ね、概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。ネオブラボーサザンオールスターズです。はい、これね、元気モリモリな感じで書きました。ネオブラボ、楽譜見ていただきたいんですけど、ね、今やったシンプル簡単バージョンはこの A メロの1番、ここから始まりました。で、かっこいいバージョンではこのね、リフって書いてあるやつとこのイントロってやつ、これがね、前奏として出てくるんですよ。ここが結構このコードが難しかった、弾き方もちょっと難しいんで、これはかっこいいバージョンのみでありますが、これ後でかっこいいバージョンでしっかり解説するんでお楽しみにしておいてください。まずはですね、こんな感じで写しておくんで、皆さんメモってください。一時停止で、はい。で、いつものことなんですけど、ここの下に矢印が書いてあるとか、この下にくるっと囲ってコードが書いてある、この下に書いてあるのは後半やるかっこいいバージョンではこの弾き方とこのコードでやりますよということなんで、今のシンプル簡単バージョンは上の段のコードを使ってます。はい。じゃあ一時停止でメモっていってください。はい、ここからですか。あとはね、動画の演奏中の、デモ演奏中のテロップをメモっていただくのもいいし、先ほど紹介させてもらったこのガズクラブで、この楽譜そのもののデータをダウンロードしていただくのもすごくご活用いただけると思います。はい、じゃあここ B メロですね。
これちなみにサザンオールスターズの原曲と同じキーなので、もう全開で男性は歌い切らないとちょっとね、もう腹式呼吸でもフルパワーで歌ってもちょっときついぐらいな感じだと思います。はい、やってみてください。はい、ここも暗いこの書き方ね、これメロディーラインと伸ばすのをここで組み替えてますけど、はい、そしてサビなんですけど、ちょっとね場所の節約ということと、いろいろありまして、ここだけちょっとねワンブロックちっちゃくなってます、すいません。このワンブロックがここちっちゃくなってますからね。はい、でここの2行がサビということですね。はいはい、これいいですよね。情熱の総大戦はネオ、ここかっこいいの。はい、でちょっとこう詰まっちゃって申し訳ないんですけど、よく見てもらってテロップと一緒に確認しながら見てください。はい、ここもね、ここがまたここちょっとこうやって書いてあるんですけど、ここタッタッタッと、これかっこいいバージョンでここカッティングみたいな感じでやるんですけど、この D7 のとこがこの D シャープというコードにかっこいいバージョンでは変わります。ちょっと見づらいんでね、ここだけアップにしておきます。はい、そしてこの後イントロに、かっこいいバージョンではイントロに戻ったんだけど、ここでもう終わりました。シンプル簡単バージョン、ここで C で終わったということなんですけど、かっこいいバージョンはここからまたイントロのこのこのコード進行に戻って、もう一回サビをやります。サビをやって、はい、最後にこれリフって書いてあるでしょ。このリフっていうのがこの一番最初にやるこのリフっていうやつなんですけど、これ後でまた解説していきます。こんなようにやって終わったというのがガゼレアレンジでございます。はい、シンプル簡単バージョンはなんで歌が始まって、これいくらとここまで来て終わったというシンプルな構成になっております。じゃあ出てくるコードを見ていきましょう。この赤く囲っているコードは後半出てくるかっこいいコードなんで、かっこいいバージョンのコードなんで、ひとまず隠しておきます。そう、今やったシンプル簡単バージョンでなんとコード6個だけでできました。ひとまずこの6個のコードで行ってみましょう。はい、読んでいきます。 C と C7、 F と Dm、 D7 と G7、 この6個はもう皆さん安心の入門コードのグループです。ガズレレではおなじみのこのコード、ドン、ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めようかなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらそれぞれはめちゃくちゃ簡単だけど、10個いっぺんに覚えようと思うと、あれこれなんて名前だっけ、どこだっけとか、もうごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃ頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごい最高な動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っておきます。これは必見ですよ。10個のコード、これを覚えちゃってください。だから必須コードですからね。今日そのうちの6個が出てきます。はい、ぜひお時間をゆっくりとって覚えてくださいねということでございます。はい、じゃあこれからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、皆さんこの曲歌めちゃむずいんですよ。歌を桑田佳祐さんならではのあのリズミカルな、ちょっと英語っぽく聞こえる歌の歌い方っていうか、もうどうしてもね桑田佳祐さんとかあのサザンオールスターズの曲やると、もうガズさんはね降りてきちゃってですね、もうあの歌い方になっちゃうんですよね。すいません。はい。でもね、好きなんです。はい。はい。皆さんもなんかちょっと特徴をつかんで、今のシンプル簡単バージョンで、まずこのリズムに乗って言葉をうまく歌っていくみたいなのを練習しておくと、これから後半のかっこいいバージョンで、ここにビシビシのキレッキレのかっこいいリズムが加わってくるんで、そのビート感とね、歌のこのシャキッと切れ味がこうガチャッと合わさった時にかっこいいんで、ぜひゆっくりでもいいんで、まず4つ弾きで歌の確認をしながら、練習してもらって、かっこいいバージョン入っていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではね、結構コードがね、いろいろ追加されます。どんどんコードのご紹介をしていきます。まずはこれですね。これね、イントロで出てくるんですけど、G シャープ星と A シャープ星。これセットでちょっと説明させていただこうと思います。G シャープ星と A シャープ星っていうのは、この星がついてるコードは、ガズレレならではの、もう本当はね、もっとちゃんとしたコードの名前があるんですけど、なんかこういい感じの響きのコードだよっていう、ガズレレならではの表記ですんで、他のミュージシャンとかアーティストの方にね、音楽家の方にね、G シャープ星ですよとか言ってもね、全然通用しないガズレレだけのコードネームなんで、そこのところよろしくお願いします。で、このコード2つ解説するときに、まずその基本になる G というコードをちょっと、レクチャーしたいと思うんですけど、 G というコードはですね、押さえましょう。こことこことここの3箇所です。こんな風に押さえるとガズをおすすめしてますけど、人差し指が3弦、中指が1弦、薬指が、2弦という感じ。ここね、はい、あとはもちろんこれでもいいですよ。これでもいい、人差し指でジャッと押さえて、これ、はい、とにかく押さえる場所、こことこことここね、はい、この G というコード、これを基本に考えましょう。でこの形のまんま1個ずらしたのがG シャープ星というふうにガズが言っているコードです。そうするとこういう響きになります。普通の G はこうです。これを普通の G、 この形のまま1個こっちにボディの方にずらす、この形のままこっちに1個ずらす、これが G シャープ星。いい響きです。4弦も弾いちゃいます。で今度 A シャープ星はこの形のままあと2個こっち側にずらします。
1個、2個、はい。5フレットのとこ、ここ5フレットですからね。5フレットのとこで G を作るみたいな、そんなイメージです。そこに4弦も弾きます。いいでしょ？これつなげて弾いてみると、G シャープ欲しい、A シャープ欲しい。はい。このコード進行はサザンオールスターズとか、ドリームズカムトゥルーとかでよく出てくる、この、いいんですよ、この響きが。これでもちょっと初心者の方には難しいので、今回はかっこいいバージョンのみでやりましたけど、これ練習したらできると思うんでね、さっきのシンプル簡単バージョンできたよという初心者さんは、ちょっとずつこういうコードも練習してやってみてください。これ G シャープ押し、A シャープ押しは、歌の中でもちょっと出てくるし、主にイントロのところで出てくる。これかっこいいんでね、ぜひマスターしてください。はい、じゃあ次のコードはね、Gm7。これも今回めちゃくちゃ大事になるコード。押さえる場所は、こことこことここですね。1フレットの1弦2弦なんで、こんな風にギュッと反らせちゃって人差し指、ちょいと足す。これができると一番いいと思います。これがね、はい。で、人によっては、今この、2つの弦だけ押さえてるんですけど、人差し指。ここ3つの弦を押さえちゃって、これ同じ弦ですけど、これの方が押さえやすいって方もいるんで、ちょっといろいろ工夫してみてください。この位置をね。はい。それと、あとどうしてもこんな風に反らないよという方が中にはいらっしゃるんで、それとそういう方はこうやって押さえたり、こうやって押さえたり、ちょっと工夫してみてもらって、Gm7 押さえていきましょう。はい。で、あともう一個これですね。D シャープ。これサビの中で出てくるんですけど、押さえる場所。ここと、こことここ。ちょっと、変てこな感じだけど、これは結構簡単に押さえられるんじゃないかなと思います。はい。これですね。響きは、はい。D シャープ。はい、次はね、これ。G7 サス4。これはよく出てくる簡単なやつですね、一応。G7、入門コードの G7、この三角形を押さえてもらって、小指見て、一弦の3フレットを押したら G7 サス4。離したら普通の G7 です。なので、行ったり来たりします。G7 サス4から G7。こんな感じで使っています。これは主に B メロで今回出てきますね。あともう一個。イントロの中のリフで使われる、このコード、いいでしょ。Am7 見て、何にも押さえないよっていうコードがあるんですよ。これが Am7 です。いいでしょ、これ。これをですね、この前半の一番最初の頭で出てくるリフというところで使おうと思います。はい。このコードを使って、練習していこうと思います。いろんなコードがちょっと多いんですけどね。一個ずつ見ると、ちゃんと分析するとそんなに難しくないけど、いっぺんにこのコードをね、かっこいいバージョンのコードを見ると、うわーって思うかもしれないんですけど、まあ、じっくり取り組んでいきましょう。はい、で、あと次はですね、やっぱりね、リズムなんですよね。今日一応基本なリズムはですね、この2つかなというか、まあ1つなんですけど、正式には。一応出しておきましょう。ドン。8ビートのチャと、8ビートのチャが半分というリズム。この2つが主でございます。はい。あとね、カッティングもちょっとね、そこかしこに入ってくるようなところもあるんで、一応カッティングも書いておこうかなと思うんですけど、はい。じゃあ整理すると、今日はこの2つのリズムになります。8ビートのチャと、カッティングです。8ビートのチャが半分っていうのは、この8ビートのチャができるとできるということになってますね。この2つのリズムの解説、ここにちょっとリンク貼るんで行ってみてください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚、それぞれのね、濃厚解説レッスン動画がすでにその先にアップロードされております。まあ、じっくり、これは見ていただきたいなと思うんですけどね。で、今日はちょっといろいろな弾き方がごちゃ混ぜになってるんで、最初から、ちょっとリズムと弾き方解説をイントロから進めていきたいと思います。まずはですね、イントロ。これがね、まずリフというものから始まります。リフっていうのは、主にね、まあ、コード進行っていうよりは、なんかこう音程のあるコードの速い動きというか、印象的な感じなんですよね。ちょっとやってみるんで、聞いてて、あ、こういうことねってわかると思います。いきます。1、2、3、4。これ、かっこいいでしょ。これコードっていうより、ダダ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 ダって、こうメロディーで覚えちゃう印象なんで、まあ一応リフというふうに、そういうので結構リフと言ったりするんですね。これをちょっと分析していきましょう。これ結構難しい。まず、最初はね、カッティングですよ。やっぱり、ダダって止める。次 F で、ダダって止める。ここ前半。はい。次が問題ですね。Gm7 を押さえといて、ダダダダダ。これ、さっき何にも押さえないコード Am7 ってあったでしょ。よく見て Gm7 を押さえといて離すだけ。はい。 CCFF。 はい。これ右手もダダチャダダダダダツタツタダ。このタイミングが難しい。ちょっとゆっくりぐるっと回してみましょう。ワン、ツー、サン、はい。
習あるのみでございます。このやっぱりここがね、やっぱちょっと難しいかなと。でこれもですね、4回、このリフを4回弾くんですけど、前半2回はちょっとおとなしめ、後半2回はちょっとチャを入れたバージョン、ちょっとフルでやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー、カッティングのみ。ここはで、こっからチャを入れてちょっとこうリズミカルに感じ、この差は分かった。前半はほんとカッティングで、はい、左手で止めるカッティング、ダダッダッダダッておとなしめな、こうシャキシャキして止める感じ。これカッティングっていうのは今も見たようにこう左手で止める、はい、これをカッティングと言います。これさっきのねレッスン動画でちょっと練習してみてください。難しいよ。はい、これが前半で、後半はチャを入れるんで、ダダッチャッダダッチャッダダッチャッダッダダッダダッチャッダダッ、これもカッティングですよ。ダダッチャッ、ここもカッティングの左手触れてるだけ。はい、ダダッチャッダダッチャッ、ここら辺の感じはもうこう聞いてもらってもつかみ取ってもらうという感じがいいと思うんですけど、要はチャも入ってくるんでこっちも難しいですよ。カッティングプラスチャ、ドドチャカ、ドドチャカ、ダダチャカツダダ、ドドチャカ、ドドチャカ、ダダチャカツダ。このリフがですねできるようになるとかっこいいんだけど、これはとっておきに難しいと思うんで、このリフだけをまずショートカットしてもらうのもいいかもしれません。はい、ではこれがリフの解説です。ちなみにですね、一番曲の頭もこれなんですけど、曲のエンディング一番最後にもこのフレーズを弾いて終わるというのがこのガズレレっていうか、あのサザンオールスターズのバージョンもそうなってますね。はい、この印象的なリフをなんとかものにしていただければなと思います。じっくり練習していきましょう。じゃあ次イントロというふうに、まあこれ言ってるんですけど、リズムが入って、印象的なメロディーラインがこう、主旋律っていうか、あの歌われるイントロをちょっとやってみましょう。その次のパターンですね。ワン、ツー、スリー、フォー、ねー、てててて、これ G シャープ欲しい、ここかっこいい、てててて、次は、でてて、G シャープ欲しいから、A シャープ欲しい。はい、ここらが、これがね、かっこいいの、なんか夏の感じがすごい出てるわけ。このイントロは本当、なんかね、あの、なんとかこう G シャープ押すと、A シャープ欲しい。慣れちゃうと簡単ですからね。はい、まず覚えちゃうのが結構大事だと思うんですけど、この G シャープ星と A シャープ星は、かっこよく使っていきましょう。はい、で曲の中に入っていくんですけど、 A メロはですねもうほんとシンプルな8ビートのチャ、 I know that's miracle。 はい、今のブラボーのところ、この矢印マークドーンとこうなってます。これはですね、このマークシンコペーションといって、リズムがズコーンと前に入ってくるよというこう決めみたいなもんですね。ちょっともう一回やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、I know that's good for me to go. I'm a rambo. 今分かった。ダンスダンス。アップで、8ビートの時アップでズコーンと C から C7 に突っ込んできた。はい、こんな感じのリズムが入ってきます。矢印も見逃さないようにしてください。入るところと入らないところがあるんでね。はい、そして B メロで、この8ビートのチャが半分というリズムに入っていきます。これがかっこいいんですよ。ちょっとやってみると D マイナーでね。ジャンジャジャンジャジャン、ジャンジャジャンジャジャン。こんな感じです。熱い放射で揺れる影、このリズムね。でこれ普通の8ビートのチャダやるとどうなるかというと、これが普通の8ビートのチャ、これ半分チャを抜くからず1個目のチャを抜くわけですね。ダンダダンチャダンダダンチャです。はい、普通の8ビートのチャはダンチャ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 でしょ。1個抜くわけ、ダンダダン、これだけでだいぶゆったりしたイメージになります。この B メロはこんな風に押さえていって、B メロの最後の方で、ちょっとこのかっこいい、さっきの G シャープ星、A シャープ星を交えたコードになります。君と夢を見ていたいね、という感じでサビに入っていく。行列のそ
このサビはもう言わずもがな、もうこれもめっちゃ聞いたことあってね、乗れちゃう、もうこれね、最高のメロディー。このサビはもうね、気持ちがいいですよ。もう全開でサビは行きましょう。このサビの一番最後のところでもちょっとね、頭打ちのフレーズというか、ダッダッダカッティングを使ったフレーズが入るとかっこいいんですよね。ちょっとサビのじゃあ後半、永遠の最終形からいきます。ワン、ツー、スリー、ゴー。永遠の最終形はゼロ。これカッティングです。左手見て、右手では止めてない、左手で止め、これができると結構かっこいいんですけど、ちょっとねカッティングちょっと難しいなという方は普通に8ビートでちゃんと弾いちゃっていいと思いますよ。ってこんな感じで、できるようだったらこれでね、すごくこうなんかなんとのブリティッシュロック感みたいな感じ、最後のサビでこうグッとこう押し出す感じがね、これがかっこいいなと思って、ちょっとできる余裕が出てきたらこのカッティングなんとかチャレンジしていただければなというふうに思います。でそれが終わったらかっこいいバージョンのアレンジとしてはイントロに戻ります。さっきデーンデレンデー、はい、このフレーズをやってまたもう一回サビを繰り返します。同じサビですね。でサビが終わったら今度は一番の ラストのエンディングとしてあのリフがまた出てくるわけです。デデデデデデ入ってる方、ちょっと賑やかい方、 C で終わる、こんな感じの、ガズレレかっこいい版アレンジになっております。なかなかねリズムがね、あとね隠れた難しさはこの曲結構このグイグイいくパワフルなスピード感がで、どんどん次の課題がやってくるんで、まずゆっくりやってみるのおすすめですけどね。はい。で、もちろん今やったように、このいろんなね、このコードが抑えづらいとかリズムが難しいってあるんですけど、それはそれで一回置いといて、やっぱ歌の中身、歌詞を読み解いてください。これ読み解くと、まさに夏、ほんと、夏行こうみたいな、そのエネルギーがもうすごい歌詞から伝わります。そういう、やっぱ感情表現ですから、そういう部分とこの、うん、リズムのね、この面白いフレーズとか、このコードの響きとか、ガチャッと一個になるのがかっこいいと思う。こっちばっかりでもダメだし、こっちばっかりでもちょっと物足りないという感じで、それからガチャッと合わせるのが最高かなという、そんなイメージを持ってね、取り組んでいただくのがいいかなと思います。汗だらだら流してこの曲歌うの最高だと思います。やってみましょう。サザンオールスターズのネオブラボーガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、ゴー。
のネオブラボーガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。もうね降りてきちゃう。これやっぱりね気持ちがいいんですよね。もう好きなんですよねこのノリが。なんでもうどうしたってねなっちゃうんです。はい、まずこれねやっぱ言葉にもリズムが入ってるっていうすごく意識するといいと思いますね。サビでもさ情熱の相対性、このリズム感、言葉のダンタン、この言葉のリズム感とこのリズムがガチャッと合わせとらん、これがまた疾走感をね倍増させるっていうかね、リズムがもう速くならないようにしたいけれども、このドライブ感はずっとキープしていたい感じですね。もうロックですから、グイグイ夏力強く駆け抜けようというそういうメッセージとともに歌っていきましょう。ちょっと皆さんお知らせです。カオレレフェス開催したいので皆さんちょっとご協力ください。このカオレレフェスというのはね、夏にね、ガズレレウクレレでイベントなんかやろうよという時に、うまい下手のコンテストじゃなくて、こう音楽を本当に楽しんでるか、もう表情で豊かでこう、にじみ出てくるものあるかみたいな、そういう観点で面白いこう、イベントやろうということで、立ち上げた、企画があるんですよ。ちょっとこの辺の詳細のこと、ここにリンク貼ってくるんで、ぜひとも見て、皆さんどんどん振るって応募ください。ここに詳細書いてありますからね。待ってますよ。あと引き続きまして、この本。リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね、最近。はい、これがもう累計12万5千部の突破のもので、大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいね、ガズレレグッズで、さらに楽しいウクレレライフ、お楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。